グレーズ。これいろんなカラーが。いや今はこれしかないです。あ、そうなんや、一色、はい、だから入りやすいし、ちょうどジョーナビーでバリかっこいい。そう言われた。あ、めちゃくちゃかっこいい。10、うわー、でも3秒ぐらいちゃう。その間にもうあのセット入るからベロンベロンの状態でリードしなあかんから、そこで通りの際で終わりやる。あ、全然ちゃう。こっちの方がやっぱシュッてしてる。うん、ここも、はい、お疲れ様です。今日はちょっと一世、メジャーリーグ大好き一世がジョーダンの走塁用ミット購入しました。いや、違います、キムチ鍋用ミットです。違う、走塁用ミット。これめちゃくちゃかっこいい。これでも発売したいつ、先週ぐらい、いや先々週ぐらい、1月かな、1月5日か。ほんじゃまだ、まあ、2週間経ってないぐらい、ね、めちゃくちゃかっこいいぞこれ。これカラー何、グレーズ。これいろんなカラーが。いや今はこれしかないです。あ、そうなん、一色、はい、一色です。これでもタイプフリーでめちゃくちゃいい。じゃ反対見して、手のひら、これどうですか、使ったことありますか。まだ使ってないです。硬いんこれ。あ、硬いんでいいですね。踏まれてもここも硬い。ここはプレート入ってます。あ、プレート、あ、これ、はい、あ、これプレート入ってるね。ここ硬いです。しかもさ、これ俺正直ジョーダンのやつチャッチンかなと思っとったやん。なんかあれチャッチーってみんな言うてますよ、あのリストガードとかは。ああ、このやつとかは抵抗ガードチャッチーってなんかこれでも全然やね。ここもなんかメッキっていうか、へえ、めっちゃかっこいい。しかもサイズが、サイズフリーっす。サイズフリーやけど、なんていうの、いいようにちっちゃい、なんかポケットに入りやすいよ。でベルトもそんな長くないんで。うんうん。ちなみに草野球ワンチャンネルでは過去2つ走塁用ミット紹介しております。1つ目がワンちゃんが使っているこのフランクリンの走塁用ミット。こちらは衝撃が来ると硬くなるという、手の中も動くような素材でできております。詳しくはそちら見てください。そしてもう1つ、メジャーリーグで大流行しているこの走塁用ミット、なんと発売1分で売り切れるとか。ぜひね、気になる方は概要欄にリンク貼ってますので、こちらの動画も見てください。果たしてこの2つの走塁用ミットと新しく出たジョーダンの走塁用ミット、どこが違うのでしょう。その辺も詳しく見ていきたいと思います。ということで本題に戻り、フランクリンの走塁用ミットとどこが違うのか比較してみることに。これが俺のフランクリン。どうしたいか。うん、伸ばしはこんな感じ。確かに、だから手大きい人はちょっと無理かな。きついですね、入りがちょっと。まあでも普通の選手やったら全然大丈夫って感じです。ね、ちょっとはめてもらっていいですか。これでもいい買い物ちゃう？ね。ああ早い。つけんのがほんまに早い。いいですね。ちょポケット入れてほしい。ポケット入れた感じ。これ結構フランクリンとか、それ何やったっけ、何ていうメーターだったっけ、リキュレーションはポケットの時ちょっとポコって、お、いい感じ、いい感じ。入れやすさどう、別に出しやすはい、でなんかこう、もっとフランクリンはもっと上に腰ぐらいまでいっちゃうねんけど、これはこう細めやから入りやすいし、ちょうどジョーナビーでバリかっこいい。あ、めちゃくちゃかっこいい。いいですね。ありがとうございます。これどこで買ったんですか、ちなみに。これ楽天っす。楽天に売ってたんや。でももうなんか品切れになってたんかな。いやでも売れそう。でもなんか品質的にも全然長持ちしそうな感じよな。こいつとこいつで。おい、渋っ。これで。ジョーダンマニアや。え、これも買った。あとこれで。あ、ジョーダン。これでしょ。ミスタージョーダンや。これで。ジョーダン。渋い。これでも周りに持ってる人いい品し、だいぶ早く買ったよな、発売してすぐぐらい。でもなんか楽天とかで買えたんで、もしかしたらかぶってくるんかなみたいな。なるほどね。ほんでこうなんか引っ掛ける、引っ掛けるやつなんですか、こう入れて、取り出すように。ああ、なるほどな。え、これそれ地味にめっちゃいい。ね、走塁手袋って、あ、ミットって草野球でタイムかけられへんから、2、3球無理よな。僕のやつ3、4球です。じゃあな、俺も3、4球無理やけど、じゃあちょっと、あ、じゃあ1回ポケットから出して何秒か測ろう。ということで、フランクリンとジョーダン、どっちがつけやすいか、速さを
測ってみました。打席立って、いやいや長い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 、はい、ヒット打ちました、大バラしました、はい、1、2、3、4、5、6、おお、でもガチ早い。じゃあ一回フランクリンやってほしい。これ使い勝手が盲点やったよな。カイトもそうよな、その出しにくい。いきます、じゃあ、はい、はい、打ちました、はい、ちょっと出してください、1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、わあ、でも3秒ぐらいちゃう。よし、その間にもうあのセット、そうやね、セット入るからベロンベロンの状態でリードしなあかんから、そこで通りのサイン出たら終わりやん。もうサインも見なダメですね。そう、サインも見なあかんから。なるほど、でもこれそういうところ、だからサイン見る。ああでもほんまにそう、ほんまにそう、そうなんよ、サイズ感全然ちゃうもん。あ、全然ちゃう、こっちの方がやっぱシュッてしてる。ここもな。皆さんよかったら、ぜひ、ちなみにいくらですか？13,000円です。13,000円、でも勝っていいな、それ。13,000円出す、そうですね、全然いける。しかもちゃんと品質もいい感じです。ぜひ、じゃあこれで駆け回ってください、はい。でもあれやな、ホームランしか打てないから、いらないんです、あんまいらない、はい、よかったら捨てるんで。皆さんも気になっているであろうジョーダンの走塁ミット、気になる方はぜひ概要欄に商品リンク貼ってますので、そちらからぜひ見てください。視聴者の皆さんも気になる野球道具があればぜひコメント欄で書いてくれると嬉しいです。本日の動画は以上です。お気に入り。Thank you, I'm Jamie, right?